皆様こんにちはこの動画では春目区で通信性エッセイ講座の講師を務める通筆課の山本文子さんと一緒に参加者から寄せられたエッセイに関する質問やお悩みに答えていきます山本先生本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそれでは通信性エッセイ講座の参加者から寄せられた質問やお便りをご紹介していきます 今回、参加者に取り組んでいただいた作品のテーマは、架け橋でした。難しかったというお便りが多かったですね。そうなんですよね。あのなかなか期日までにかけずに、遅れて送ってくださった方も少なくなかったし、ああ難しかったんだと思いました。私ね、難しい、これは難しいぞって思う時もあるんですけど、架け橋は？ 実はそう思っっていなかったんですというのはあのどういうふうにイメージされたかは分からないんですけど皆さん日々いろんなものに向かって橋を架ける皆さんだろうと思っていたからあのも,もちろんエッセイを書くときには読者に対して橋を架けるあとご家族に対して橋を架けるお友達にその時触れ合っている相手にいつも 足をかけながら生きているっていうのが、まあ,あの私たちのありようだと思うんですよね。ですから、あのまいつもしていることをいつものように書いてくだされば、それで成立するのではないかというのが予想だったので、その意識にこう。ちょっと遠かったのかな？という驚きがありました。皆さん足をかけておられるんですよ。 あのそれからやっぱり橋を架けていくっていう責任も大人として私たちは持っているわけであのそうですねだから川の話とか多かったんですよ川に架かってる橋を渡るとか、うん、そうですねなんかいろんな活動をされている方も多くてその一つ一つがあの架け橋だと思うので。 えっとこれからは課題と向き合う時にあのその課題の意味するところは自分にとってどんなことだろうかでちょっと想像を広げてみてそして書き始めたらいかがでしょうか。ねななんとなくでもそうかけ橋っっってて言われるるととちょっとあ難しいってなるねそうですね皆さんきっと、うん、今先生のお話を うん、伺って思いましたけど、うん、橋のある情景とか<う>橋で起きた思い出を探されたってことなんでしょうね。それからもう少しもう本当に、うん、あの日々橋を架けているなどとは思わずとてもこう大事業としての人生の橋っていうようなことで、うんはい、だからね昔のその何あの旦那様との出会いとか、はい、かつての 恋の話とかもあってそれは私嬉しかったんですけど面白く読ませていただいたりあのドキドキしたりしましたけれどもうんまあ難しかったということには変わりないですけれどもちょっとこう難しく考えすぎずに大げさに捉えすぎずに課題と向き合ってみるというのもそれも一つの課題かもしれません。それで 「あの橋」ということで私あのとても印象的な作品があってそれはカカフカの作品に橋という短編があるんですあのこの短編集の中でもあのね2ページにわたってっていう短い作品なんですけれども私その作品が大好きでえっとカ,フカフカという人は生前あ,のあまり自分の作品を発表しない人でした。それをあのたくさん あの書いたものをあの式が迫った時に友人に託してその友人が発表したから今日のカフカの作品が残っているのであってカフカの,あの言葉を真に受けてそのまま捨てちゃったりしたら私たちこの「橋の」橋という作品も読んでないと思いますというそれくらいのことなんですね。本当はたたたくさんんのの作品を書いた人だっでですけれどもその中で 橋っていうこれはとても面白い作品だと私は思っていますそれを今日松本さんに読んでいただいて聞いていただこうと思います何度か読んでいただくとあのその時によって受け取り方が変わったりして面白い作品ですはいではカフカの橋朗読させていただきます橋私は橋だった 冷たく硬直して深い谷にかかっていたこちらの端につま先を向こうの端に両手をつき立ててポロポロ崩れていく土にしがみついていた風にあおられ裾がはためく下ではマスのすむ渓谷がとどろいていたこんな山奥に果たして誰が迷い込んでくるだろう 私はまだ地図にも記されていない橋なのだ。だから待っていた。待つ以外に何ができる。一度かけられたら最後、落下することなしには、橋はどこまでも橋でしかない。ある日の夕方のことだ。もう何度繰り返してきたことだろう。 私はのべつ同じことばかり考えていた頭がぼんやりしていたそんな夏の夕方だった渓谷は音を立ててくろぐろと流れていたこの時足音を聞きつけたやってくるやってくるさあお前準備をしろ お前は手すりもない橋ないのだ。旅人が頼り投げに渡り出したら気をつけてやれ。もしもつまずいたら間髪入れず山の神よろしく向こう岸まで放ってやれ。彼はやってきた。杖の先っぽの鉄の尖りで私をつついた。その杖で私の上着の裾をなでつけた。 さらには私のざんばら紙につえを突き立て、おそらくきょろきょろ辺りを見渡していたのだろうが、その間、ずっと突き立てたまま放置していた。彼は山や谷のことを考えていたのだ。その思いに寄り添うように、私が思いをはせたやさき。 ひょいと両足で体の真ん中に飛び乗ってきた。私は思わず悲鳴を上げた。誰だろう子供か、幻か、追いはぎか、自殺者か、誘惑者か、破壊者か。私は知りたかった。そこで急いで寝返りを打った。なんと、橋が寝返りを打つ。途端に落下した。 私は一瞬のうちにバラバラになり。いつもは渓流の中からのどかに角を突き出している。岩の尖りにさし貫かれた。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。いや、なんか何度聞いても面白い。あ、何度読んでも。そして朗読を読聞くっていうのはいいなと、また思いましたけれども。あの、これは。 橋というまあ言ってみれば橋人間みたいな人が存在が主人公ですそしてまあ橋であるというお話それからあの橋が何かを待っているというか足音を聞きつけるそしてその最後の下りの展開ということで3箇所開業をしている作品ですね。 で一か所だけその橋人間の視点があの読んでいる私たちの視点にくるっと変わるところがあってそれがなんと橋が寝返りを打つという一行ですそこも面白くてあのこういうのありなんだなとちょっと思ったりもするんですけれどもなんとなくこう物を描く時って統一的に ことを進めていかなくてはいけないっていう思いもあるし、確かにそうなんですけれどもね、わかりやすさから、でもこの裏切りってなかなかこう効果があるなと思って、あのさすがカフカだなと思わせるところだと思います。あの家父カ,カの物語の中には、あの恐ろしい話、残酷なものいろいろあるんですけれども。 でもね、私はやっぱり大人のおとぎ話っていう部分がとっても大きいと思って読んでいるんです。ですから、あの時間があるときに図書館からカフカの本を何か借りたり、あの本棚にね、1冊か2冊あるかもしれないですよね。昔読んだ何かっていう。あの ちょっと今ね私カフカ好きでずっと読んでるのよカフカをっていう人はあまりいないかなと思うんですけれども是非読んでみてくださいそしてあのいろんな作品こういう人ってこういうものを書くのよねってあの読者は思いがちだけれども橋のような思いがけない作品を探し出すというのも楽しみの一つだと思うので今回はあの松本さんの朗読を何回も聞いて 味わっていただけたら、それね、多分皆さんの作品にもあの少なからず影響を及ぼすと思います。ありがとう。はい、ありがとうございます。先生がえっ、ー、と今日お持ちいただいたのは岩波文庫ですね。はい、そうですね。はい、これね、あの、はい、カフカ短編集。カカ短編集。これにもね、怖い話も出てるんですけど、初めて出会ったのはこの本だったので、はい。はい、もしよろしければぜひ。 本屋さんや図書館で、はい、お手に取ってみてください。ご紹介ありがとうございます。それでは今月の質問をご紹介します。本の一節や歌の歌詞を引用する場合、うん、著作権との関連で注意すべきなのはどういうところでしょうかというご質問ですがいかがでしょうか。はい、あの引用のルールっていうものはありますよね。はい。であの今 問題になっているのは、あの若い人や学生さんたちが何しろほらネットが盛んになっているから、いろんなものが出てるでしょ。資料昔は図書館に行って調べたりな、なんとか資料館とか資料室とかに行かなければ手に入らないものがあの。自宅でちょっと調べれば手に入るという時代でなんか。あの。ちょっとそれを調べた。気になってコピーペーストして貼り付けて。 それを使ってしまうみたいなようなことが起こってそういうことを気をつけていきましょうというまあそれはこう礼節というか節度というかいろんな礼儀というかまあ約束ごとそれを守るっていうことなんですけれどもあの基本的なルールは松本さんの方が詳しいかもしれないのでそれちょっと教えていただいてもいいですか はい承知しましまたではあの私が出版社で、えー、教わったルール、はい、著作権法で、えっと、引用のルールっていうのは決まっていまして今からいくつか読み上げます。はいえー、まず1つ目公表された著作物であること例えば本だったり出版物とか、えー、CD とかそういった形で公表されたものであること2つ目、えー、署名と著者名歌の場合は曲名と作詞者 えっと歌い手ではなくて作詞者っていうところがポイントですねのお名前を明記すること漢字の表記など全てにおいて文章や歌詞を変えないこと引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されていることそうですねえっと一つ前の漢字の表記などにおいてっていうのは例えばあの数字とかも同様でそれが英数字えっと3用数字で 書かれているものだったら、3。4数字でそのまんま書かないといけないし、うん、勝手に関数字に変えちゃいけないよ。とか、そういったことも含みます。で、引用部分とそれ以外の部分が区別されていることというのは、例えば引用した部分が括弧でくくられて、字の文章と分けられていたりとか、あるいはあの1行脇にして他の文章と区別されているとか、うん、そういったあ、あの間違いようがないですね。っていう状態にしてあることが大切です。 続いいてまいりまりす自分の著作物が主で引用する文章や歌詞が10になっていることこれはあの量的なことでもそうですしあの内容的な面でもあ,のあくまで自分のえっとメッセージだったりっていうところが内容として主になっているよってことですね。そして最後が引用する目的に必然性が必要ということで前後の関連に必然性があることという以上が 引用のルールーとしてて決まっていまっ、はいす、はい、分かりやすかった面白いですそして今最後に引用する目的に必然性が必要っていうところがあったけれども時々何で引用しててるののっていうのありますよね、はい、あのご自分でその力を借りなくてもご自分で言った方がいいかもっていうようなことも時々ありますね。 あの必然性っていうことはあのちょっとね引用したくなっちゃう気分っていうのはあるんですよ私もありますでもあのこの人の力を借りずにこの人にご登場願わなくても自分で言えてしまうかなっていう時はそれはねやっぱりあのご自分で綴ってしまった方がいいと思います。あの引用する目的に必然性それから 効果が期待できるというか本当に効果があるっていう時はあのいいけれどねなんかそれから何だろうことをこう,うんこうじゃないんだよなんていうような時に引用された人の迷惑っていうのも考えた方がいいのかもしれないし、はい、難しいですね。あのねあののね 昔々私があの編集者として駆け出しだった時にあ,のある写真家のオリジナルプリントをあの仲介して別の人にお貸しするということをしたことがあるんですよね、はい。でその方は大人です貸した人は。でも帰ってきた時にそのオリジナルプリントにコーヒーのシミがついていたんですよ。であの 私は驚いてあのオリジナルプリントですからあの手袋をはめてそっと飲み物なんかとはあの別世界であの見てくださらないとっていうお話をしたんですけれどもそういう約束を知りませんでしたってその方は言ったの。分かるこのセット はい、あのそういうその約束は知りませんでしたっていうのは確かにそうなのかもしれないけれどオリジナルプリントは大切で貸してもらったものであるっていうことは分かりますよね、はい、だからそういう時どういうふうに扱えばいいかっていう想像力っていうのはとても大切だなと思ったんですよねそれは私にとってとっても大きな学びでした。自分にももううっかかりしてしてまうことがあるからでも 少なくとも私はその拝借して何かに使わせてもらうというオリジナルプリントを見るときにコーヒーは置かないと思うのねやっぱりそれで素手で触っていいだろうかっていうことは考えるだろうと思うんですね。そういうういこここととも大事だと思うんでですあのこれま生生きてきててた人生上のの経験を生かしてこの また借り物ですからね引用もこれをどう扱うのがあのそれを損なわない行為であるかっていうそういうことも大切だと思います。はいね、そうですね、はい、あの今はインターネットがやっぱり便利ですから、うんうん、引用する時もインターネットで検索して持ってくることって多くて本は原点に当たることが比較的容易なので。うんうんうん あのその本を見ながら間違えないように丁寧に書き写すっていうことができると思います。はい、で歌の歌詞になるとちょっとなかなか難しい問題があって、ねはい、今はあのサブスクみたいなものもありますから、はい、必ずしも歌詞が手元にないこともある。はい、ってなると、うん、あのインターネットに載ってる歌詞は必ずしも性格とは限らないっていう,う、ね、気持ちがやっぱり必要かなとは思って、はい、少なくとも 私だったら複数見比べてとかそうです、ね、いう慎重さは、はい。あとやっぱり歌詞に関しては音楽著作権協会のその規定もありますので、はいはい、たくさんはあの無料では掲載できません、うん、引用できませんという決まりはあります。それからあの本の中から引用させていただくときは、ほら全部そのくだり全部を引用できないときはカッ、はい、中落 略とかって入れることはあるんですね。はい、でも、はい、さっきあのお話ししたようにあの本当に慎重にあのこれを引用させてもらいます。ありがとうございますっていう気持ちでするとどうしたらいいかっていうことがあの,のずっと見えてくると思いますねうん。引用文学っていうものもあるんですよね。あのそれをね引用してそこにあの。 解釈を加えていくっていうような面白い読み物もあって、それは一つの世界なんですけれども、それもなかなかそれでだから独立して成り立つぐらいの世界ですから、あの本当に難しいし慎重でやりたいしっていうことですかね。はい。うん、でも素敵なところももちろんありますよね。<う>あの例えば歌なんか、うん、この歌がやっぱりそうなのそうな分かると時代が一気にその時に<う>みたいなこともあります。はい。はい だから、ね、たくさんでなければあの有料にはならないっていうこともあるようです。2行目はダメとか、はい、なんかね、うんあの。でもこれもあの勉強していきましょうあの、はい、エッセイを書いている皆さんと私たちの間でこれどうでしょうねって言ってあの確かめながらやっていきたいと思います。はい 皆さんに参考になるご質問いただきましてありがとうございました今日は山本先生からもお話があるそうですねあはいあのー、ちょっとこう新聞の切り抜きとかを整理していたら2018年に文化庁が行った国語世論調査の切り抜きが出てきてそこにあの武善とか砂を噛むようなっていう言葉 のことが出ていたんです「不禅、ね」無前っていう言葉「砂をかむよ」っていう言葉が本来の意味でない使われ方をしているとてもそれが多くの場合にそうなっているっていう記事だったんです。で今その「無禅」は本当はこうです「砂をかむよ」は本当はこうですそれがこのように間違って使われることがあるそうですっていうお話はしませんが。 あの申し上げておきたいのはあの私に自分に対しても言っておきたいんですけれどもあのやはり知っている言葉でも辞書を引くということを大切にしたいと思いましたあの必ず傍らに電子辞書でも紙の辞書でもいいのであの辞,書を引いてあ辞書を置いてそれを引きながら文章を書くようにしましょうなんかねやっぱり勘違いもあるし それからどうもねだんだん変わっていくっていうのもあるらしいの。はい、ね、なんか、ね、やっぱり言葉ってある意味生き物なのであのちゃんと付き合っていくには辞書の力を借りることがねやっぱり必要ですね。で本当はあの私紙の辞書が好きで割と書き込んじゃうんんですすああそうかなてて書いてあったりするんです。 はい、あの英語の辞書なんかでもなんかね中学の時のね書き込みがしたってこういうの意外と覚える手立てとしていいなと思ったりするんですけど電子辞書は書き込めないからまあ便利だし軽いしいいんですけれどもどちらでもお好きなようにあのでもなんかあのお昼寝の時の枕になっているようでしたらもう一回その枕でない状態に戻して。 あの使われると面白いですよ辞書ってですからあのこれは無限砂を噛むようという話はあの前振りでして辞書を引くということになりますそれをあのお互いにやっていきましょうそれからねあのもう一つあの作品に皆さんこういうカードをつけてあの返してくださるんですけれどもあの今日 の今日あの見せていただいたものの中に、あの何度も書いているのに自分の文章の。スタイルが。作れなくて瞑想しています。っていう言葉があったんですね。あの、とてもお気持ち分かります。自分のスタイルがなかなかできないわっていうのわかるんですけれども、あのもうできてるんです。 それをどう膨らませたり変化させたりあと、うん新しいスタイルも加えたりっていうところが皆さんのテーマなのでスタイルがですから今あるスタイルを大事にしながらそれを変えていくっていうふうに意識を変えてみてください。それ難しいよねスタイルを作るっていうの。 で迷いが生じるのも仕方がないことなんですけれどもこの方が言われる瞑想はおそらく創作上どうしたってついてくる瞑想だと思うのでその瞑想は楽しんだらいいかなと思います。どう瞑想してる松本さんも <laughs> 瞑想だらけですね, <laughs> いやいやね。だからあの <laughs> っていうことなんですよだから瞑想を嫌がらずいとわず楽しく瞑想しながら書いていこうっていう感じかな。だって瞑想しないでまっすぐ書いていってあよくできたなんていうとつまらないもんね。スタイルっていうところなんですけれども、うん、あの直木賞作家で。 あの春目区にも今「うん、あの小野の小町」の連載をしてくださっている高木信子先生に、はい、あのイベントでお話を伺う機会があったんですけれども、はい、先生が「あの文体スタイルが定まるまでが大変で、うん、それができたらその作品は描けるような気がする」っていうお話をされてたんですよね。うん、あれれだけの実績を持たれて、うんうん 数々の受勲受賞を持たれている先生でも、うん、やっぱり新しい作品を戻すす時には、うん、スタイルを捉えに行くんだなっていうのはすごくびっくりしましたし、うん、皆様もだから永遠に続くものななんだなっていう,そうで,すよ、ね、でも、はい、皆さんのスタイルはもうあるそこは信じていいですよね。はい、その上で高木信子先生も、はい この作品の新しいスタイルっていうことを言われているんだと思うし、はい、新鮮ですね。なんか、そういう新鮮な気持ちで作品に向き合うっていうか、そういう世界観を捉えていくっていうの、いいね、とっても。はい。うん、なんか、そんな風に、こう、うん、みずみずしい感性で自分の文章に向き合われている方の作品だからこそ、うんうん、読む方としてもちょっと、ちゃんと読みたいなって。ねうん、ありがとう。読ました。はい。 ありがとうございましたありがとうございました雑誌ハルメクの公式ホームページハルメクウェブでは通信制エッセイ講座の参加者が書いた作品から山本先生が選んだ作品を毎月掲載しています今月はこちらの2作品ですぜひご覧くださいそれでは本日の講座はこれで終了になります 皆様、どうかお元気でお過ごしください。ありがとうございました。